ダイアンサススパーバスナデシコは、ナデシコカナデシコ族の河原ナデシコの異名である。また、ナデシコ族の植物の総称、麦とも呼ばれる、秋の七草の一つである、歌などで、ナデシコを掛け言葉にすることが多い。ナデシコ族は、ナデシコカに属し、北半球の温帯域を中心に、約300種が分布する。このうち、姫浜と、は、 日本固有種であり、他に日本には河原投子子と浜投子子が分布する。それらの特徴は次のようなものである。花の色は赤から淡いピンク色が多いが、園芸品種などでは白色や紅白に咲き分けるものなどもある。投子子族の園芸品種を代案さすということがあるが、本来は投子子族の学名である。また、カーネーションも投子族である。投子門、 なでしこと、彙が通じることから、しばしば子供や女性に例えられ、和歌などに多く参照される。古く、万葉集から読まれる。木の形物としては秋に取り扱う。枕の宗詩では、草の花はなでしこ、唐野はさらなり山ともめでたしとあり、当時の貴族に愛願されたことが伺える。またい名であるとこなつは、源氏物語の巻名の一つとなっており、潜在に、 色とりどりの常夏を彩りよく植えていた様子が描かれている。なでしこ族は古くから園芸品種として栽培され、また主観交雑による園芸種が多く作られている。中国では早くから赤石クが園芸化され、平安時代の日本に渡来し、色咲きの性格を持つことから常夏と呼ばれた。ヨーロッパではフランス南部及び東部に自生していた リーケヨフィリスが15世紀頃から栽培され始めたものがカーネーションの元とされる。17世紀にはイギリスで多数の品種が生まれ、オーリキュラやチューリップ等と共に大きく進展を見た。19世紀の主流はショーカーネーションで、これは花弁の円の巨子をなくし、幾何学的な成形に近づけたもので、現代のカーネーションとは異なっている。その後フランスのダルメイスが、 パーペチュアル系を八百四十年に作出、また八百五十七年に同じくフランスでマルメゾン系が生まれ、これらが現代の営利用カーネーションにつながっている。またカーネーションは江戸時代中頃までにオランダを通じて日本にも伝来している。またイギリスでは十八世紀の中頃からタツタナデシコの栽培が盛んとなり、七百七十年には ショーピンクが出現して19世紀には、ランカシア地方でことに愛好された。江戸時代は平和な時代が続いたためもあり、市場空前の園芸ブームを日本にもたらした。多くのカキが栽培、育種され、なでしこもその例に漏れず干渉の対象となった。中国からの常夏と在来の河原なでしこが自然に、交雑して豊かな変化を生じたとも言われ、一層の 品種改良が進められ、法歴年間に出た絵本屋山荘には、珍しきなでしこ一重八重十重重百重千重、数百種あり、筆に尽くしがたくまた、なでしこにてなでしこを離れ者、言うと記され、無数の品種が紹介されている。1838年には、江戸でなでしこの花合わせが開かれた記録があり、1863年には、長谷静香により、 なでしこの専門書、なでしこ培養手引草が表されるなど、なでしこ栽培は、菊や桜草、花勝部、朝顔などと共に非常に盛んであった。江戸時代後期以降、なでしこには二つの流れが生まれた。一つは、伊勢なでしこであり、背丈は比較的高く、壁が長く伸びるもので、品種により20センチ以上にもなり下水する。 もともと伊勢では18世紀後半からなでしこ栽培が流行していたが、1841年に次、松江人が作出したと言われている。伊勢では、伊勢花勝負、伊勢肉と共に、松坂藩主を中心に古くから愛好されてきた。これらはいずれも花弁が加水するのが特徴であり、特に伊勢なでしこは、京都や江戸でも広く栽培されていた。もう一つは、とこなつで、 比較的矮星のものが多く、花形は一重咲八重咲を含め色々あり、伊勢なでしこ特別のつかないような花びらの長いものもあった。明治時代に入り1895年に大流行があり、さらに1909年頃に再び流行を見た。以後番付表や専門書が出版されたが、太平洋戦争時に壊滅的な打撃を受け、 現在ではほとんど当時の品種は残っていない。ただし一部の品種が、いわゆる三寸石竹など、今日の営利用品種の元となった。この他に本に自生する浜なでしこ D、ジャポーニカス三部の園芸化も進んだ。庭植え、鉢植え、根洗いなどに利用される。しだれ桜、佐賀菊と合わせて、京都府の不花に指定されている。なでしこの花言葉は、 純愛、無邪気、純粋な愛、いつも愛して、死母、定説、お見舞い、女性の美など、女性的なイメージが強いが、才能、大胆、快活なども、大和なでしこの花言葉は、可憐、定説である。ありがとうございます。